今日はトマトを植えるのと雑草対策でウッドチップですねを購入したので、そちらを巻いて対策していきたいと思います。秋に収穫できる中玉トマトというのが売ってたので買ってみました。はい、どこら辺かな、ここら辺かな、はい、これで育てていきたいと思います。トマトの出来具合ですが、ここは大きいのがね、こちらはまだ、こちらのトマトは、相変わらず1個しかないのかな、あれですね、これも垂れちゃってるし、困ったね、うまくどっかと絡められればいいんだけど、とりあえずこの辺に絡めとくかな。こちらのトマトはまだ緑ですね。他には見つからない、一株にちょっとしかならないですね。採算が取れるようになっちゃった、心配ですが、ちょっとこのままやっていきたいと思います。はい、ウッドチップを撒く前にこちらですね、草刈りをやっていきたいと思います。はい、改めて今日は、ガーデンチップですね。基本的に雑草防止ということで、木の根元に置いていきたいと思います。まあ石を置いてある場所もあるんですけどね、ちょっと石ばっかりだと、あと石を入れちゃうとあれですね、その後何かを植えようとするとまた石をどけなきゃいけないという作業が発生しますので、それは避けたいというところです。もうすでにあれですね、木の枝を払ったやつを下に敷いていますので、それに加えていくという感じです。はい、これ1個 Amazon で1000円ぐらいですね。まあホームセンターでも同じなんですが、送料も1000円ぐらいかかっちゃうんですね。なのでホームセンターで買った方がお得になります。だいたい一袋で2平米ですかね。まあそんな感じらしいです。まあ、森の中も雑草が少ないと思うんですけど、それは落ち葉とかが日光を遮ってるからということらしいですが、まあその代わりにですね、このウッドチップを巻いていくということになります。
ちょっと。以上です。